改めまして皆さんこんにちは。室長からも申し上げましたけれども、先日は楽しいひとときをありがとうございました。また今後とも磐田市の取材の方よろしくお願いしたいと思います。7月、7月の定例記者会見につきましては、お手元の資料のとおり3点取り上げさせていただきました。まず1点目はですね、もう昨年の311からどこの市町村でも要望があり、また対策を練って、そして不十分であるかないかは別にして、それぞれが地元のために、市民のためにという形で予算計上したり補正を組んだりとした大きな事業の中の一つでございますが、5月の臨時会で補正計上いたしまして、その後ですね、地質調査など、それから地元との調整等々を含めまして、場所の確定をさせていただきました。もう資料の中を見ていただけると分かりますけれども、この中の思いはですね、少なくとも3月31日の内閣府の検討委員会の知見をもって、磐田市は11パターンを総合すると最大津波高 11.8 メーターという知見が出ました。その中で当初から検討検証していた中で、この半径700メートル以内に民間避難ビルの協定、もしくは公共施設の屋上等々を含めましてですね、資料のとおり約2万3000人の避難施設スペースを確保したということになります。また民間の工場等、企業等に外階段、屋上へ避難するという申し込みの補助制度を作ったわけですけれども、その中で今、5件ですね、申し出がございまして、できるだけ早く対処していただけるように、お願いをしているところでございます。これが1点目です。2点目にいたしまして、納税コールセンターの開設を取り上げさせていただきました。これは滞納している皆さんへの督促等々というイメージとは少し違いまして、滞納が発生する大きな要素として、現年分を、当年度分を着実に収納するという部分ができてきませんと、これが行く末は積もってですね、滞納額が多くなるという現象がどこの自治体でも起こっております。そういう意味で、少し啓発をするといいましょうか。電話1本入れることによって、例えば若干忘れていた、もしくはもうちょっと後でよかろうと思っていた方々がですね、納税に納付していただけるような、促進策の一環だと思っております。特に現年分の解消が大きな課題でありますので、その部分にこの納税コールセンターを開設して促進に努めていきたいと、こんな思いで取り上げさせていただきました。3点目につきましては、係中級への昇格に試験制度を導入するということでございます。私は市長に就任をしてから3年余り経つわけですけれども、一貫して思っておりましたのは、もう人材の育成、職員の育成、研修、教育、もうこれに勝るものはないと思って現在でもおります。市民に対しまして、一番の市民サービスを向上させるということの原点は、遠回りのようですけれども、一番近道なのは、職員の感性を磨く等々の思いで、今日までやってまいりました。その中で、市長として、この3年余りを検証いたしますと、大きな鍵は、我々も握っていることは確かなんですけれども、実務の最先端でいるまとめ役の係長、またその上司の課長が大きな鍵を握っておるとも思っております。そういう中にございまして、今回の特徴は、試験制度を導入する、これはペーパーテストの優秀な人間を発掘しようという思いではございません。部局長の推薦状、いろんな意味でですね、多くの人間に関わってもらって、そしてより良き人材を発掘していく、登用していくという意味でございます。その中で、基本的な挨拶を含めまして、基本休暇状というのを職員課で作っていただきましたけれども、その基本的な部分ができずして、応用問題はできませんので、そういう基本的なものを考慮する、そして連帯感を持って、部下と共に進んでいけるようなタイプの育成、こんな思いを持ってですね、この制度を導入させていただきました。併せて、この資料の中にはございませんが、
副主任から主任に登用するものもですね、少し上司の推薦、あるいは知見を持ってですね、一つの根拠として、任用制度の公平性や透明性のより精度の高い確保なんかを目指しての来年度からの適用ということになりますので、まあ、実質的には今年度からそういう推薦制度を昇格における行動を起こしていくということになります。以上3点が私の方からメディアの皆さんにお伝えしたいことでございます。